すると、関西。すると、関西。すると関西は、近畿圏を中心とする西日本の公共交通機関のストアードフェアシステムを呼び、周遊券のネットワーク、または大阪府大阪市中央区に本社を置く、その協議会筆頭会社である。筆頭会社の正式な称号は株式会社すると、関西である。すると関西は、システムの名称であり、 カードの名称は発行者局により異なる。1992年4月1日に阪急電鉄がそれまで乗車券購入や運賃生産用として販売していたラガールカードを用いたストアードフェアシステムラガールスルーの運用を開始し、1994年には乗せ電鉄が自社のパストラルカードとラガールカードを共通化する形で参加。そして、 これをベースとして、当時自動改札機の更新を予定していた阪神、電気鉄道、大阪市交通局、北大阪急行電鉄の三社局にも拡張対応させ、1996年3月20日から、スルッと関西の統一名称を用いての運用を開始した。当初、スルッと関西に関わる業務は、加盟各社局が分担していっていたが、加盟社局の増加により、 業務の効率化を図るため、専任事務局として株式会社スルット関西が2000年7月18日に設された。スルット関西では、ストアードフェアシステムの提携のみにとどまらず、各種チケットやグッズ制作販売会社とともに、加盟各社のグッズなどの企画を行い、各社主要駅や鉄道イベントで、ガング、ビートレインショーティーやクルピートーやチューインガム、 CD や文具を販売している。これらのオリジナルグッズは基本的に一度販売されれば再発売しない方式を貫いている。また、乗車券用紙などの資材の一括調達も行っている。2004年からは非接触型 IC カード、ピタパが導入された。これによりすると関西協議会には近畿圏の交通事業者だけではなく、 岡山地区や静岡県の交通事業者も加盟してピタパをしるべするようになった。またピタパは電子マネーとしても利用できることから自治体なども参加している参加事業者導入時期はピタパの項目を参照。ただし自治体などが自主運行するコミュニティバスに関しては加盟社局であっても利用できない路線もある。奈良県、兵庫県のバス事業者で シェアの大きい奈良交通や新規バス、リムジンバスの大阪空港交通では使用できないが、これらの事業者も協議会には加盟しており、IC カードピタッパを介した共通化が図られている大阪空港交通は、伊丹空港発着便のみで共同運行会社は一部不可の事業者あり、水間鉄道と京阪京都交通については後に加盟し、 京阪京都交通は2008年3月1日からピタパを同時に導入。水間鉄道バスに関しては2009年6月1日にピタパのみ導入した。また、滋賀県湖西地区の高尺交通は協議会に加盟の上、2011年11月1日より、片田営業者の路線バス一部を除くにピタパを導入した。 大阪南部に路線網を有する南海グループの路面電車である半海電気軌道は2010年11月12日に協議会に加盟した後2014年4月1日よりピタパの未導入を行った。また南海バスでも同日より堺営業所、東山営業所管内の路線バス、南海ウイングバス、金岡運行分を含むよりピタパが追加導入された。 スルッと関西の導入初期から利用可能であった阪急バス、阪急電園バスの両社については2012年4月1日に両社専用阪神バスも利用可能の IC 乗車カードハニカを導入した3社のバ路線には先行してピタパが並行導入されていたことで同年5月31日にスルッと関西対応カードの発売を終了した後 同年9月30日に同カードの利用を終了した、カラビツ営業所管轄の路線ストオレンジ譲るバスは2013年4月30日まで利用可能だった。阪神バスでは同年10月1日以降も同カードの発売、利用を継続。三重県で最大手のバス会社である三重交通では、協議会に加盟した後2016年4月1日より、自社専用の IC 乗車カード、 ののの導導入入に合わわせて、ピタパのみの導入が行われた。なお、2005年6月30日には、大阪港トランスポートシステムが、大阪市交通局へ、鉄軌道事業の運営を譲渡し、2006年3月31日には、京阪宇治交通とその子会社である京阪宇治交通、田辺が京阪バスに、九州を合わされたため、 それぞれスルッと関西協議会から脱退したが、加盟社局内での譲渡、合併であり、いずれの路線においても以前と変わりなく、スルッと関西対応カードを使用できた。あ2009年3月20日の阪神南馬線の開業により近鉄阪神神戸高速阪急、大阪市営地下鉄近鉄京都市営地下鉄、京阪、大津線系統と路線がつながり、 乗車経路がこれらの路線の多くの駅で複数になるが、近鉄いこ駅に京阪な線と奈良線、いこ線の連絡改札があり、その改札の通過の有無、通過していない場合阪神難波線経由となるで、乗車路の確認が可能となっている。2009年4月より、関東大手私鉄である、西武鉄道、小田急電鉄、箱根登山鉄道の3社が、スルッと関西協議会と提携し、 各種資材の共同購入を行うことが発表された。2014年夏、JR グループの事業者として初めて、西日本 JR バスが協議会に加盟した。その後、金沢営業所管内の路線バスを皮切りに、和解線、高尾、京北線、遠福線と各路線ごとに、順次ピタッパのみの導入が行われた。スルッと関西の目的は、 以下の通りである。このことにより、加盟社局がカバーするエリアの乗客は、スルッと関西加盟社局が発行した、スルッと関西対応カードさえ持てば、複数の交通機関で共通の金券権儀一として使用することができる。スルッと関西対応カードの発売額面は、以下の通りである。なお、社局によっては、取り扱いのない額面もあった。また、 いずれのカードも共通利用は2018年1月31日をもって終了した。鉄道の駅においては、駅窓口及び自動券売機での発売。近鉄などでは、駅構内にすると、関西だけを発売する専用の自動券売機を設置したり、大阪線、大和八木伊勢、柏原線、京都線等の特急車内で車掌が販売を行ったり、半急に至っては、 主要駅の構内に専用のブースを設け、駅係員が自ら販売するなど、積極的に販売活動を行っていた。また、各社の一部の駅売り店でも販売されていた。しかし、末期には後術の偽造カードの発覚や、IC 乗車カード、ピタパーエコカ、京阪、近鉄の2社、いずれも一部路線、区間を除くでの発売の普及により、 発売箇所を自動券売機のみに縮小する社局が出た。金券ショップでは、実発売額より、アンカー、1000円のカードが990円など、で販売していることがあるので、同所で購入すれば、ピタパや c イコカよりわずかな差ではあるが安く乗車できる。その一方で2008年12月29日に、偽造レインボーカード、大阪市交通局の使用が発覚したため、 一部社局は5000円カードの発売を中止した。また、2009年4月22日に、近鉄が自社の偽造すると関西カードが発見されたことを発表した、時期情報はレインボーカードのもの。なお、偽造カードを使用したとして、東大阪市に住む韓国人2人が逮捕された。大阪府警は背後に偽造グループが存在すると見て、捜査を進めていたが、 その過程で、韓国内で偽造機械を、中国で偽造カードをそれぞれ製造し、日本に送ったことが判明している。偽造問題の他にも、大阪メトロサービスの特約店によるレインボーカードの金券ショップへの横流し問題が2010年に発覚したことによる同カードの流通量の減少もあり、一部の金券ショップでは取扱いを終了したところもある。 スルッと関西対応カードは、縦 85mm 横 57.5mm、サイバネ規格厚さ約 0.3mm のポリエステル製で、テレホンカードよりわずかに横方向に大きい、時期定期券と同じ大きさカードである。情報は時期で記録されており、カードリーダーや自動改札機、専用の機種で書き換えることができる。理面の印字、関熱飛膜破壊、 または、間連発色方式もカードリーダーや自動改札機で追することができる。発売されたカードには一定の金額に相当する度数が書き込まれており、出札機や改札機に通して乗車や乗車券購入に使用するたびに必要金額に相当する度数を減算されたデータに書き換えられる。使用した度数を指認できるよう、 カード使用時に支出状況を理面に21回まで追記で印字していくようになっている。追記される内容は、車局名、使用した駅、車両、使用目的、乗車区間あるいは乗車券購入など、日時、残額などである。印字が満杯になった場合はカードを発売する、券売機に挿入すると残額を引き継いだ新しいカードが再発行される。この場合、 元のカードには最終残額表示に二重取り消し線が上書きされ残額情報が0円の状態で返却される。また南海電気鉄道では有料特急の特急券を購入することができる一部の窓口及び車内を除く。現行のシステムでは度数がなくなったカードを追加支払いで度数を購入するなどで再利用するサービスは想定されておらず各カードは 基本的に使い切りである。ただし、使い切ったカードはそのままゴミ箱に捨てるのではなく、各駅の回収箱に投函することにより回収され、国内及び海外のカードコレクターに販売されている。当初、阪急電鉄が単独でラガールカードを導入した際は、残額が初乗り金額未満の場合に入場できなかったが、 すると関西の開始とともに10円でも残額があれば入場できるようになった。IC カード導入とともに初乗り金額の前引きやチェックを行わない社局も増えてきたものの、日本においてこのような取り扱いを始めたのは、すると関西が初めてである。これについては、鉄道営業法第15条。 旅客派営業上別段の定ある場合の買い運賃を支払い非常者権を受け狂るに、被され破常車することを独すという条文にのっとっているためだが、するっと関西を含む関西の鉄道事業者が発行するカードでは、これを運輸省に掛け合い、別段の定ある場合として、カード残額が初乗り運賃に満たなくても入場可能となっている。利用者からすれば残額が 初乗り運賃未満のカードを所有していたとしても、そのまま乗車することが可能であり、特に発車間際の場合には有利になり得る。2枚投入可能な改札機がまだ開発されていなかった当時に、このような取り扱いを始めた、スルッと関西や J スルーカードを中心とした関西事業者系カードは、利用者の視点に立った取り扱いを採用したと言える。 2016年7月1日に公式ホームページにて発売終了及び駅の自動改札機、バスでの共通利用終了が発表された。これに伴い2017年3月31日にて共通カードの販売を終了。2018年1月31日をもって駅の自動改札機等での利用を終了した。2018年2月1日以降は カードの未使用残額についてはカードごとに業格者が払い戻しを行うが、払い戻し期間は2023年1月31日までの5年間となっている。阪急電鉄、阪神電気鉄道、野瀬電鉄、北大阪急行電鉄については、降車時に定期券、回数券に重ねてすると関西対応カードを、改札機に入れると乗り越し額を自動生産できる。 手軽さもあって、キーカードを支持する利用客が多かった、阪急阪神 HD 社長の杉山健白団、ことから、共通利用終了が発表された同日、2016年7月1日のベッド発表において、2017年4月1日より4社のみ、利用可能な時期式共通カード、阪急阪神の関田9レールウェイカードの発売を開始した。 このレールウェイカードは2018年1月31日までは、スルッと関西対応カードと同等のカードとしても使用できた。また、ラガールカード、ラクヤン、カードパストラルカードレジオンカードについては、共通利用終了以降も先の4社のみで利用可能としている。2016年7月時点で、上記4社以外が発行したカードの共通利用終了後の取扱いについては、 後日発表という形となっていたが、2017年10月10日に発売各社局が払い戻し等の取り扱い方法を告知し、阪急電鉄などでは大阪高速鉄道、大阪モノレールが発売したモノカード、阪急電鉄が発行について共通利用終了後も4社内で利用可能となると発表している。このか、上記4社以外で発行されたカードについても、 上記4社の自動券売機や自動生産機で使用することが可能である。自動改札機では使用できない。上記4社は2018年3月29日に2019年春にアイコカの発売開始とレールウェイカードの発売終了を発表した。移行期間1年をもって2019年秋には上記4社においてレールウェイカードらがある角、楽ん。 カードパストラルカードレジオンカードモノカードの自動改札機での使用を終了する予定。また、近畿日本鉄道、山陽電気鉄道、神戸電鉄、北上急行電鉄、京都市交通局、京都市営地下鉄のみでは2018年2月1日以降も当分の間スルッと関西、太陽カードレールウェイカードを自動売り機や自動生産機で使用することが可能である。 和歌山バス、和歌山バス長が、南海林間バスの3社の時期カードリーダーは、バスカード専用になった。なお、各社とも、高速バスや定期観光バスでは利用できない。また、深夜急行バスでは、南海バスのみ、利用化。あ、するっと関西協議会加盟社局で利用することのできる、周遊券が発売されている。ただし、 チケットによって利用可能な車局やエリアがが限定される、る。場合あスルッと関西3デーチケット2デーチケットは外国人向けの関西セルーパスを除いて2016年の関西限定版の周期の発売をもって発売終了。上記以外にもスルッと関西協議会加盟各社局では時期によって企画ものとして2車局以上をまたぐフリーギップが発売されている。 なお、過去には、発売期間が、通年販売のものが存在したが、現在はスルッと関西サン 3D2D チケット、全国通年発売版等を除き4月1日開始となる年度ごとの発売、利用期間となってを、年度をまたがっての利用はできなくなっている。スルッと関西対応カードは、関西一円共通カードシステムを謳っているが、使用できない範囲も京阪新地以外の地域を、 中心に多く、各府県全域で普及しているわけではない。スルッと関西協議会に加盟していない事業者、また、協議会には加盟していても、未導入の主な事業者は次の通り。なお以下は一度も導入経験がない社局を記載し、三重県の一部を含めている。スルッとちゃんという公式マスコットキャラクターがいる。緑色のトンガリ帽子とワンピースを身につけた。 魔法使いの少女で、カードの上に腰掛けているデザインがよく使われる。2002年から2012年まで、スルッと関西公式サイト内に、スルッとちゃんのお部屋というコンテンツが設けられ、年齢は8歳、星座は、お羊座、血液型はエビ型、出身地は、魔法の国、好きな食べ物は、チョコレートケーキ、口癖は、お出かけしようよ、などのプロフィールが紹介されていた。 スルットちゃんは、競技会及び、運営会社のキャラクターであり、主に広報関係や磁気カードで使用され、スルット関西が発行している IC カードピタパのキャラクターとしては使用されていない。しかし、2013年3月23日に、東京駅で行われた、交通系 IC カード総合利用会式年セレモニーでは、各 IC カードのキャラクターに混じってスルットちゃんも、出席していた。 その後ピタパのキャラクターは忍者がモチーフのピタ丸が別に制定された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。